で、算数理工学の第8回の講義を行っていきます。ですね、前回までは3回離散代数という話をしてまして、行列式を使って数え上げをするという話をやってたんですけども、今日からですね、今日から、今週からは、離散確率論っていう話をやっていくことになります。で、だいぶ今までの話とまた経路が違ってくるので、そういうつもりでやっていきましょう。はい。で、前半がこうだったということですね。12月1日まで、ここまでも終わりましたということになります。はい。で、ですね。一応、まずここで言っとくんですけども、来週は、これ12月15日なんですけども、授業自体はありません。ので、このズームミーティングに来ていただいても、開いてないので、それは、ご注意ください。はい。ただ、その授業のウェブページの方で、中間レポートの出題の方しますので、それをご覧いただいて、取り組むことになるということになります。で、詳細はまた、その来週、ウェブページの方でご連絡します。はい。そうですね。はい。だから、授業としてはあと6回やることになります。はい。それで、今日の内容なんですけども、その離散確率論の話をしていく初めなので、まずちょっと確率の復習というか確率のことをですね、思い出しながら、典型的な、その確率的な離散システムというか、確率的な考え方を使って、その確率的な状況を解析できるようになるということの3つの例をやろうと思います。で、最後にですね、これ、授業の初回で扱った例ですけども、誕生日のパラドックスの話をします。はい。ではですね、まず不公平な効果投げの話をします。こういうような状況を考えましょうと。次のような効果ってコインですね。一つ投げます。で、表の出る確率が P で、裏の出る確率が1マイナス P。コインを投げてですね、裏も表も出ないってことはあるかもしれませんけども、そういうこと考えないってことですね。裏の出る確率は1引く P で、表の出る確率が P なので、これ足して1になっているってことですね。P プラス1マイナス P は1なので、どちらかが必ず起こるということを考えるわけです。で、P は0以上、0よりも大きくて1以下としますね。だから、これ P が2分の1だったら、P が2分の1するときには、表が出る確率も裏が出る確率も同じであるということになるわけですね。で、そういうときには、こういう効果のことを、公平な効果と呼ぶことがあるかもしれません。で、効果ってこういう感じでよかったかどうかちょっと今、不安になりましたが、効果ですね。で、この公平だとか不公平だとかっていうのは何なんだっていうふうに思われるかもしれませんけども、これは、公平な効果をこう定義するとか、不公平な効果をこう定義するっていうふうな意味合いだと思ってください。だから、二分の一の時には、その裏も表もその公平に出ると。で、P が二分の一かどうかわからないというか、別の値になるかもしれない場合のことを不公平というふうに呼んでいると思ってください。公平ってのはこれフェアですね。で、不公平ってのはアンフェアです。あ、書けない。あ、ちょっと字が。すいません。アンフェアですね。はい。ということで、そういう効果を考えて、典型的な問題が下に5つあるので、これを考えていきましょうということになります。で、1つ目は、N 回投げて、表が、N 回出る確率がずっと表が出続ける確率ですね。これいくつでしょうか。で、2番目。これが何かというと、表が一度も出ない確率はいくつでしょう。ね。3番目。表が一度は出る確率。一度は出るってことは、1回出るか2回出るか3回出るかってか、0回ではないってことですね。っていうことが起きる確率はいくつでしょうと。3番。4番は、4番と5番は、期待値に関する問いですね。期待値はっていう問いです。だから、その1番、2番、3番の問いと4番、5番の問いは、まず問われているものが違うんだってことをまず注意するわけですね。で、4番目は、N 回投げて、
表が出る回数の期待値は、ね、回数の期待値ですね。で、5番目、表が出るまで投げ続けるときに投げる回数の期待値は何でしょうというような問題ですね。で、まあ、仮定はないかっていうと、この効果を続けて何回か独立に投げます。独立に投げるっていう、大丈夫かな？なんか、はい。独立に投げることは、なんかその1回目と2回目はなんか無関係とか、まあ、そういうような意味合いだと思ってもらってもいいですし、事象の独立性ですね。ちょっと口で言っても。事象は独立である。ってことの定義があったってことを、思い出して、まあ、その意味で独立なんだ、ということになります。ので、まあ、それはその独立であるってことの、ちゃんと、定義を復習しておくこと、復習しておくことが重要ですね。はい。で、この5つの問題をちょっと考えています。はい。で、初めの問題。表が N 回出る確率は、いくつでしょうと。で、まあ、こういうのをですね、考えるときには、ちゃんとその事象とか確率変数っていうものが何なのかってことを、ちゃんと定めるのが重要です。で、例えばですね、EI と書いたときに、I 回目に表が出る事象だとしましょう。例えば、まあ、N 回投げるんで、1234…N ですね。1234…で、その各、その、回数ですね。まあ、表が出るか、表のことを、って書いてましょうかね。表が出るか、まあ、裏が出るかってことが、まあ、1回からこう決まっていくわけですね。で、この I 番目のところで、表が出るっていう事象のことを今 EI と書きましょうっていうふうに言ってるわけです。ですね。これ事象です。事象です。で、そうすると、今、まあ、N 回投げてるので、E1 から EN っていうのを考えるわけです。で、N 回の、この効果投げは、独立であるっていうふうに、先ほど仮定しました。ですね。で、求めたいのは、N 回と表が出る確率ですね。表が N 回出る確率。っていうのを求めたいと言ってるわけです。で、そうすると、どういうことが起きないといけないかっていうと、この N 回投げたすべてに表が出る必要があるわけです。つまり、E1 から EN が全部成り立っていると。事象として起きている。という場合を考えるわけですね。つまり事象としては E1 かつ E2 かつ点点点 EN というのが起きている場合の確率を考えることになります。で、この独立性を使うと、このかつという書かれている、事象の確率がそれぞれの確率を席に置き換えられるということですね。これは重要ですね。これは独立じゃないとできません。すいません。独立な人できません。ですね。そうすると、この一つ一つの確率ですね。これ P ですから、それ全部掛け合わせると P の N 乗というのが出てきます。ということになります。ということで、この上の問いの確率、答えは P の N 乗になると。ですね。よろしいですか？いいですか？はい。じゃあ次の問い行きましょうね。じゃあ N 回投げて表が一度も出ない確率は？で、先ほどは表が出る確率、じゃなくて表が出る確率を考えていて、つまり表が出る事象を考えていたわけですね。で、それに対して今ここに書いてあるのは EI バーという事象を考えていて、これは EI の余事象です。余事象。まあそういう言葉があったなってことを、なんかまあだんだん思い出していくわけですね。余事象ですね。で、余事象っていうのは、その EI が起こらないという事象ですね。で、EI が起こらない、表が出ないってことは、この場合は、この場合って、まあ、この効果投げの場合には、裏が出るってことを表しているわけです。ですね。そうすると、ちょっとすいません。はい、すいません。ですね。そうすると、E1 から EN っていう事象は、互いの独立だったので、その余事象っていうのも独立になります。これは、確率論における、基本的な事実で、まあ、証明しようと思えば証明できますし、皆さんもご存知だと思うと。直感的にもそうかなというふうに思うものですね。で、
独立なので、何をするかっていうと、表が一度も出ないってことは、ずっと裏が出続けるってことですから、その確率っていうのは、E1 バーかつ点点点かつ EN バーが起こる確率と等しいわけです。そうすると、また先ほどと同じように、独立性を使うことで、この数の、確率が、確率の積にこう分解できるわけです。で、それぞれは何かっていうと、裏が出る確率ですから、1-p になります。つまり最終的に得られる確率は 1-p の n 乗になるというわけですね。過去の、回答としては 1-p の n 乗が出てくるということになります。いいでしょうか？いいですか？はい。ここまでそう難しくないと思うんですけども、この段階で分かんないことがあったら聞いてください。いいですか？はい。じゃあ、3つ目の問いですね。N 回投げて、表が出る、一度は出る確率は？一度はってことですね。一回以上ってことです。一度はってことは。一度はってことは、これ一回以上ですね。はい。で、そうすると、ここに下に書いてあることが重要で、表が一度は出るという事象は、表が一度も出ないという事象の余事象です。ね、余事象です、ね。だから、表が一度も出ない確率を1から引けば、表が一度は出る。事象の確率が分かりますと。ですね。それがここに書いてあることですね。ね。N 回中、表が一度は出る確率っていうのは、表が一度も出ないっていう余事象の確率を1から引いたものになるということです。いいですね。で、先ほど、この表が一度も出ない確率は計算しましたから、最終的に得られる確率は 1-1-p の N 乗になります。いいですか？いいですか？これは、1-1-p の N 乗ね。はい。でですね、これなんか、何気なくやってるんですけども、皆さんですね、なんか確率計算したら、この確率計算したところですね。これ確率だから、これ必ず0以上1以下じゃないといけないわけですね。だからなんか確率計算しておいて、確率がですね、100万とかですね、っていう値をですね、書いたりすることがあるんですよ。で、もちろん確率としてはそういう値ありえないんだけども、皆さんなんかですね、自分の計算を信じてですね、なんかその100万とかっていう値が出てきてても、なんか、気にしなかったりするんですよね。で、そういうのは、やっぱりその態度として良くないと思うんですよ。なんでかっていうと、それはどう考えても間違ってるんだから。だからそういうことはちゃんと気にする方がいいと思うんですよね。で、この場合も、この 1-1-p の N 乗っていうのがあるんですけど、これはやっぱりちゃんとこの0と1の間に収まってるんだなってことを、まあ、確認しながら進めるってことは重要だなと思うわけですね。で、実際に、まあ、1-p っていうと、まあ、ここが0だったら、これ全体のその1になるわけですね。で、そこからまあ、ある値引いてますから、これはある値とか引いてます。正の値引いてますから、まあ、これが1以下になるってことはわかりますし、p は一方でこれ0以上ですから、これ小さくて、この 1-1-p の N 乗っていうのは、小さくても0にしかならないということが、まあ、わかるわけですね。ということは、まあ、いちいち確認しておくことは、割と重要かもしれないですけども、まあ、ここは割と、基本的なことなので、今日はあんまり細かく言わないことにします。はい。と言いながら、割と細かく言いましたが、で、4番目ですね。N 回投げて表が出る回数の期待値は。で、ここで、期待値の話が、始まってきます。で、今までは確率を聞いていて、いたんですけども、ここはこの期待値を聞くわけですね。でですね、私はだんだん、この長年の教育経験によってですね、分かってきたんですけれども、皆さんはですね、期待値というものにあんまり慣れていない。まあ、確率は計算できるかもしれない。なぜか。けど、期待値というものにあんまり慣れていない。でですね、期待値を計算するっていうのは、いろいろと厄介なところがあって、まず、まあ、定義があるんですね。で、定義通り計算するってことも、まずできることが重要なんですけども、それ以外にですね、期待値っていうのはいろんな性質があって、性質を駆使するとですね、いろんな計算が簡単になったりします。で、それをまずちょっとここではご紹介すると。で、そのまず簡単な方法から ご紹介します。N 回投げて表が出る回数の期待値は。で、ここで考えてるのは何かっていうと、これですね、もうこれが、もう、あんまりなりません。ないですけども、言っちゃうと、非常に重要です。非常に重要な考え方です。
表示確率変数と呼ばれるんですけども、次の確率変数を考えます。で何かというと、i 回目に、ここですね。i 回目に表が出たら1。で、i 回目に裏が出たら0となるような、xi という確率変数を考えます。確率変数を考えます。期待値というのは確率変数に対して定義されるものなんですけども、ってことを確率論でやってると思うんですけども、だから、確率変数を今から考えます。で、それは、その、ま、1回から n 回目まで、この効果を投げるんですけども、1回ずつ、表が出たか裏が出たかってことを記録するわけですね。で、表が出たら1、裏が出たら0っていうのを、まあ、記録して、それを xi と呼びましょうというふうに言っておくわけです。で、そうすると、まず、こちら、この xi っていう確率変数ですね。これの期待値を求めます。で、そうすると、この表が出るっていうのは、どんな確率で起こるかっていうと、これが起こる確率っていうのは、表が出る確率っていうのは、これ p です。ですね。で、裏が出る確率は、それに対して1枚の積みなわけですね。いいですか？だから、xi の期待値ですね。ちょっと今、これ、ちょっと長すぎるな。xi の期待値ですね。これ今、定義通り計算してるんですけども、この確率と、この値ですね。まあ、これを組にして、足し合わせればいいわけですね。つまり、その xi が1という値になる確率は p で、0という確率、あ、0という値になる確率は1マイナス p なわけです。だから、この xi の期待値は p になります。いいですか？これ定義通り計算してるんですね。何の定義かわかんないか、その書くと、期待値の定義ですね。で、次のところが重要で、確率変数 x で n 回の中で表が出る回数を表すとします。でそうすると、今 x1 から xn という確率変数を作ったんですけども、それを使って x イコール x1 プラス点点点プラス xn と表せます。これいいですか？もうこれが分かれば今日ほぼおしまいなんですけど、まあ、ほぼおしまいっていうのは言い過ぎで、50% ぐらいおしまいなんですけど、いいですか？で、そうすると、ここから計算ができるんですね。で、どう計算ができるかというと、今言っていた、この計算したかった n 回中表が出る回数の期待値っていうのは、この x という確率変数の期待値なわけです。で、x は今言った通り、x1 から xn の和ですから、これは、このように書き換えられるということになりますね。で、ここで重要なのは、期待値の線形性っていうのがあって、この期待値はバラバラにできます。で、ちょっと一応補足しておくんですけど、期待値の線形性っていうのは、この x1 から点点点という確率変数が、独立でなくても成立します。この場合、実は、x1 から xm っていう、確率変数は独立なんですが、実際期待値の線形性っていうのは、この独立じゃなくても成り立ちます。テーマは、すごく重要な性質です。で、今、じゃあこのように、その期待値の線形性を使って、バラバラにできたんですね。で、バラバラにできたんだけども、これ一個一個の期待値っていうのは今もう分かってるわけです。ここに書いてあるとおり、これ分かってるわけですね。なので、それを使うことで、この一個一個が、これ p だってことが、分かるので、それ n 個足して、最終的にこの期待値は pn ということが分かるという結論が得られます。いいですか？ただこれ期待値、これ pn です。よろしいでしょうか？いいですか？で、これは今、この表示確率変数というか、xi っていう、確率変数を使って計算するという方法を取ったんですけども、そうじゃなくて、皆さんがよくやるような、という言い方はいけないかもしれないけども、皆さんがその定義に基づいて、これを PN っていうのを出そうとすると、もっと違う方法になるわけです。で、それを今からやってみます。それこれですね。表示変数を使わなかった。どうなるかっていうと、N 回の中で J 回表が出るっていう事象を考えます。ですか？ N 回の中で J 回表が出るっていう事象を考えます。それを今 FJ としましょう。
で、この FJ という事象が起こる確率を考えます。そうすると、これは、その N 回の効、N 回効果を投げて、J 回表が出るので、この N 回の中のその表が出ているところをまず選びます。どこで表が出ますか。で、これだから J 箇所選ぶわけです。J 箇所選びます。で、それがここに今 N チューズ J と書いてあるところですね。になります。で、この選んだところで本当に表が出る確率っていうのは、それぞれ P なので、全体で P の GJ、あ、P の J 乗になります。一方で選ばれなかった箇所では裏が出ることになるので、そこで本当に裏が出る確率っていうのは 1-P の N引く J 乗になります。つまりその積が FJ の確率になるという形になります。それでいいですか？それで、この FJ っていう事象が起きたときに、実際表が出てる回数は J 回なので、欲しい期待値というのは、J×FJ の確率の和になります。これ機械通りに、期待値の定義通りの計算ですね。で、あとは、もうこの PRFJ という確率これ分かってますから、代入して計算すればいいわけです。で、そうすると、ここで、なんか2項係数があって、それがなんか割り出てくるっていう、ちょっと嫌な形になって、まあ、やっと言っちゃいけないんだけども、そういう形になっていて、これを処理するのは、そんなに、まあ、簡単じゃないわけですね。一応下に書いてありますけども、まあ、こういうことが成り立ちます。これ、2項定理を使えば、証明できます。で、それを使えば、最終的にちゃんと PN ってのが出てきますけども、だから、まあ、これやるためには、まあ、このなんか二項定理を使ってこういうことが成り立つなってことをまあ自分で発見する必要があるわけですね。で、これはまあそんなに簡単じゃないかもしれないし、まあ、気づかないとできないかもしれないわけです。まあ、もちろん、これできるという能力があることは重要かもしれません。一方で、先ほどの表示変数、表示確率変数を使うっていうやり方は、もうこの、ここですね。ここに書いてある、この等式がもう思いついてさえすれば、これは割と簡単な等式だと思うんですけども、この等式さえ出てくれば、あとは計算としては、足し算と引き算しかやった、足し算と掛け算しかやってないんですね。その2個定理使うかって必要ないわけです。で、そういう意味で簡単だと思うんですよ。で、こういうような簡単な計算ができるようになるっていうのは、割とこの確率とか期待値を計算するっていう意味では重要な技術というか能力になりますので、ちょっとここで紹介しました。いいですか？はい。じゃあですね、5番目の問いってあります、ね、これですね。表が出るまで投げ続けるというのを投げ、期待値っていうんですね。これは幾何分布ってやつですね。で、じゃあ、これもちょっと2通りやるんですけども、まずその、おすすめの方法です。で、欲しいの何かっていうと、これですね。表が出るまで投げるときに投げる回数。これが欲しい。これの期待値が分かりたいので、それを今確率変数として Y と表しましょうというふうにします。Y ですね。Y と表すようにします。で、1回目に表が出る事象を E1 と書いたので、この Y の期待値は、ここに書いてあるように書けます。で、これ重要ですね。で、これ何かというと、今、この E1 という事象が起こるのか、起こらないのかで、これ倍分けしてるんですね。ですね。Y という確率変数の期待値を考えるときに、その E1 が起こるか起こらないかで倍分けをして、で倍分けによって、ここに出てきている、この後ろの方ですね。ここですね。同じように書いちゃってあんまりよく。で、この2つはこれ条件付き期待値になってるわけですね。いいですか。だからその E1 が起きたという条件のもとで Y の期待値はいくつでしょうっていうのと E1 が起こらなかったという条件のもとで Y の期待値いくつでしょうということを考えるってことの和でかけるっていうのはこれ確率論におけるこれ基本的な法則ですね。ご存知だと思いますけども、でそれを今使ってま す, いいですか。で今じゃあここに書いたものもうこれ右辺ですね。右辺の一個一個の要素を見ていきましょうとやっていきます。じゃあ、まずですね、ここですね。E1 の確率。これ P ですね。これはもう知ってると。
さっきやったと。で、後ろの方ですね。こっち側は、確率はこれ1枚の SP だという。これもやりましたね。ですね。じゃあですね、この条件付き期待値はいくつでしょうと。E1 が起こったという条件のもとでの Y の期待値。E1 起こるってことは、1回目でもう表が出てるわけです。だから表が出てるので、表が出るまで投げる回数というのはもう1回目で表出てますから、もう1でおしまいです。ですね。だからこの条件付き期待値は1です。いいですか？ 1 回目ですでに表が出てるわけだから、1回目に表が出てるという条件の中で投げる回数は1回だけです。ですね、で一方で、こちらですね。1回目に表が出なかった時に投げる回数の期待値いくでしょうと言ったら、1回目はもう投げ終わりましたと。で、投げ終わって表出てないので、もう1回は投げるわけですね。で、その2回目から投げていって、最終的に表が出る。まあ、投げ続けるっていうのは、それは Y という確率変数でこれ表してたと同じことが起きてるわけです。ですね。だから、この条件付き期待値っていうのは、1プラス Y という確率変数の期待値と等しいです。ですか？ 1 回投げた後は、その1回目を忘れて、2回目を1回目だと思って投げていくのと同じことが起こるわけですね。だから、1プラス Y の期待値と等しいです。で、またここで期待値の線形性を使うと、これは1プラス Y の期待値になります。いいですか？ここまでいいですか？で、そうすると、今、この上の式ですね。上の式の、この、右辺の4つの要素は全部分かりましたから、それを今、ここに書きました。書きましたね。で、そうすると、ここから何が分かるかっていうと、何が分かるかは、点じゃなくて、このまま、右辺を整理すると、これは P プラス、これ次のページあるかな？次のページあるんですか？あったと。これですね。こうなりますね。整理するとこうなります。1マイナス P、EY プラス1ですね。で、これが EY で等しいわけです。これは、EY に関する、これ方程式です。EY を未知数とする方程式のわけです。じゃあ、これ解きます。で、解くとどうなるかっていうと、左に、左辺に EY を持ってくる、揃えると、P、EY、イコール1と、こうなりますね。で、最終的に、期待値 P 分の1になるという形になります。よろしいでしょうか？いいですか？ちょっといいかどうかの反応をください。よかったらなんか、良いという感じのジェスチャーをしてもらって、良くなかったら良くないという感じのジェスチャーしてもらっていいですか？はい、ありがとうございます。良さそうですね。で、このような期待値の計算法は、もしかしたらその皆さんが今まで出会った、期待値の計算法と違うと思うので、じゃ皆さんが今まで出会った期待値の計算法をもう、復習しますね。それは何かというと、先ほどと同じように、なんだっけ、表が出るまで i 回投げるっていう事象の確率をまず計算するわけです。今、その事象を今 AI としますね。1回目から i マイナス1回目までが全て裏で、i 回目で初めて表が出る事象っていうのを AI とします。で、この AI という事象の確率というのは、まあ、先ほどと同じような計算をすると、1マイナス p の i マイナス1乗かける p になります。ですね。ip 回、裏が出続けて、i 回目に p が出ると。i 表が出ると。ということですね。で、そうすると、求めたかった期待値っていうのは、AI の確率に i をかけたものの割に言います。で、i はいくつかわかんないから、1から無限大まで割を取るということになります。ですね。で、そうすると、まあ、これで計算すると、p 分の1になるってことは、まあ、同じように得られます。で、こうするとですね、ここでこの、まあ、無限はですね、級数ですね。まあ、この級数が、まあ、どういう、値を取るのかっていうことを、まあ、ちょっと分かっている必要があるわけですね。まあ、それは、まあ、そんなに簡単じゃないかもしれないし、まあ、簡単に思える人だったらそれはありがたいということになりますけども、だからまあ、それがさえできれば、こう、もちろん計算できるわけですけども、先ほど私が示した方法は、こういうその級数とかですね、使わずに、
期待値の性質だけを使ってやっているので、だから、足し算と掛け算だけでできているということになります。もしかしたら、この級数何になるのかということを教えるために、皆さん微分する必要があるかもしれませんが、それは、演習問題になります。はい。よろしいでしょうか。でですね、今までちょっと、ここで聞きがいいのかな。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、次、これだけ言いますね。今です。4つ目の問いのところでですね、この X っていうのがあって、N 回投げて表は何回出ますかっていうものの期待値。PN ですというふうに言いました。じゃあですね、実際にこの、N 回、コイン投げて、その表が PN 回、ぴったり出るのかっていうと、まあもちろんそういうことは、あるかどうかわかんないわけですね。N 回投げたらもしかしたら全部表になるかもしれませんし、全部裏になるかもしれませんし、まあそういうことは確実的に起こるわけです。なので、例えば、我々こういうものに興味があるという、一番下に書いてあるように、X というその、表が出た回数というのが、その期待値の、例えば2倍ですね。期待値の2倍よりも大きくなってしまうような確率っていうのはいくつでしょう？だからその、期待値よりも大きく離れてしまうような確率いくつでしょうかってことを、まあ、知りたいとかってことがよくあります。その自分が今投げた、その投げ方というのが、大きくその期待値から外れている確率はいくつでしょうということですね。まあ、これの裾確率と言ったり。裾かけるかな。衣辺だな、裾かける。裾確率というふうに言ったりすることがありますけども、まあ、2だからあんまり裾って感じしませんけども、のようなものとか書いておくかな、じゃあ。だからその、外れる確率ですね。期待値から外れる確率のことを指しているんですけども、そういうものを、まあ、考えたいなっていうことはよくあります。で、まあ、こういうことを、まあ、これ、今から計算したいんですけども、これ、割と、これ、きっちり計算するのは難しくって、まあ、不等式しか出せないんだけども、まあ、とりあえず、まあ、こういうことをやろうと思ったら、まずその前に、シミュレーションしますよね。で、やってみました。で、何かというと、N が100、P が、0.1 で N1 万として、プログラム書いてやってみました。コイン本当に投げたわけじゃないです。そもそも P が 0.1 のコインってなかなか作れないと思うので、これは、プログラム作ってやってるんですけども、で、そうすると、期待値であった、E の X ですね。E の X、この場合にはこれ PN だから、PN は10になりますね。だからこの10のところ、ちょっと色が悪いかな。まあ、ちょっと、このあたりが、期待値。で、まあ、その期待値のよりも、表が出た回数は少ない場合もあるし、多い場合もあるということが、この図からはあると思うんです。あ、まず図の言い方をちゃんと言わないといけないですね。右、この、横軸が表の出た回数です。で、1万回しか行っているので、その1万回の中で表が出た回数が何回あったかということの頻度を縦軸に書いています。ね、だから、表が10回出たのは1万回中だいたい、まあ、1300回ぐらいっていうことが、まあ、この図からわかるわけですね。で、じゃあこの、2倍を超えるっていうのはどこかっていうと、2倍っていうのはだから20になるわけなので、ここですね、ここら辺ですね、20。この、1万回中、この表の出た回数が20以上になるのは何回ありますかってことを見たら、この場合は30回でした。30回。だから、まあ、この場合、このサンプルにおける、この確率の計算は、したところ、これは 0.003 になって、やっぱりこれすごく小さいんだということが分かったんですね。シミュレーション上。で、これを、ちゃんと数学的に解析したい。このシミュレーションでこうなったんだけども、これ本当にその、偶然もしかしたらこの場合 0.003 になったかもしれませんし、もっとなんかこれはその、法則としてこういうふうに小さくなるものかどうかってことをちゃんと分かりたいと思うってことを次にやります。じゃあそのために、休憩しますね。じゃあ2分休憩して、それを今からやっていくということに休憩後はなります。はい、じゃあ休憩をします。じゃあ2分休憩をします。
はい、じゃあ、休憩の終わりになります。で、今、聞いたところをやりますね。その、表が出た回数が期待値を、の2倍を上回る確率、どんなもんでしょうと考える。で、皆さん、まずですね、この、マルコフの不等式っていうのがあって、そうですね、マルコフの不等式という言葉を聞いたことがある、どうしようかな。ある場合は、じゃあ、あるという、サムアップのようなジェスチャーでないという人は、なんか涙を流すようなジェスチャーちょっともらってもいいですか？マルコフの人、聞いたことありますか？ですから、涙を流すジェスチャーないので、じゃあ皆さん聞いたことあるというふうに判断していいですか？まあ、一応、復習として下に書いてありますけども、この Z っていうのが、まあ、これ、自然数って書いてますけども、まあ、別に自然数じゃなくてもよくって、まあ、実数でもいいんですけども、0以上の値を必ず取るような確率変数で、それと、正の実数、t に対して、これですね、期待値が存在すれば、ここに書いてある不等式が、必ず満たすっていうのが、マルコフの不等式です。で、これをそのまんま今の状況に当てはめようとすると、ここですね、当てはめようとすると、まあ、この z のところを、今、x だと思って、t のところを、2倍の ex だと思うと、この辺っていうのは、z が x だから、分母は x の期待値で、で、分子が、あ、分子じゃなくて分母ですね。分母が2倍の ex だと。こんな感じになると、ことになりますね。で、それがここに書いてあります。そうすると、これ2分の1ですね。2分の1。先ほどの計算では、で、この右辺は、まあ、0.003とかだったんですね。で、これ2分の1なんですよ。このマルコフの不等式を使うと、2分の1以下っていうのが出てきますけども、もちろん0.003っていうのは2分の1以下なんだから、ここに言ってる、マルコフの不等式から得られる、数学的な結論っていうのは、先ほどのシミュレーションと、まあ、一応合ってるわけですね。合ってるんだけども、2分の1以下だっていうのは、数学的に得られてる情報としては、これは少なすぎるんですよね。本来証明したいのは、この2分の1以下とかってことじゃなくて、とても小さいってことを証明したいので、このマルコフの不等式をこのまま適用するだけでは、それが証明できないっていうことがわかります。で、ここでちょっとしたトリックがあって、このトリックを使うと実は、この考えている、確率が非常に小さいということが証明できます。で、どういうトリックなのかっていうと、こういうトリックって何かというと、今は、x が2の ex 以上ですっていう、ことを考えてるんですけども、それを、今この x ですね。2ex なんですけども、それを、その右辺では2の x 乗と2の 2ex 乗っていう形にして書き換えてるんですね。で、この肩の部分が、この元々の x と 2ex になってるということが重要で、これは、その x、y、こんな感じ。y イコール2の x 乗ですね。この、数関数っていうのは単調増加だから、この確率が等しいんだってことが言えるわけです。これいいですか？これが、やるトリックはこれだけです。いいですか？で、今ここに得られた、この確率に対して、先ほどのマルコフの不等式を適用します。そうするとこうなります。ですね。これ先ほどのマルコフの不等式を適用したわけです。で、そうすると、ここでですね、2の x 乗の期待値っていうのを、まあ、記しております。ここの、x の期待値はもう我々これ知ってます。これ PM です。これ知ってますけども、この分子のこの2の x 乗の期待値、これまだ我々知らないんですね。で、これをちゃんと計算する必要があります。で、それを今から計算しましょう。で、そうすると、まあ、こんな感じになります。x というのは、もともと、x1 プラス点点点プラス xn と、こういうふうに定義してました。ですね。こういうふうに定義してました。で、x1 から xn というのは互いに独立なので、2の x1 乗から2の xn 乗というのは互いに独立です。ですね。で、そうすると、計算したかった2の x 乗の期待値っていうのは、まず定義から、これですね。x の定義から、この肩の部分が x1 から xn の和にとバラバラにできるんだけども、2のそれら乗っていうのは、その一個一個の積に等しいってことになりますね。ですね。
2の x1 プラス x2 乗っていうのは、2の x1 乗かける2の x2 乗。こんな感じですね。こんな感じになってるわけです。それはここですね。で、そうすると、今ここは、ここって、これ今得られてるこの式ですね。これは、確率変数の積の期待値になっています。で、積の期待値をバラバラにできます。ただし、この現れている確率変数は独立である場合。で、ここは独立であるってことが必要になります。先ほどやってた、期待値の線形性っていうのは、独立性必要ないんですけども、この積の、期待値をバラバラにするときに、やっぱり独立性が必要になります。で、ここではそれを使っています。独立性を使っています。で、そうするとこうなります。で、そうすると何かというと、この積のですね、中身が2の xi 乗という確率変数の期待値になっています。で、そうすると、これが分かれば、これって今この波線をつけた、2の xi 乗の期待値が分かれば、その積の期待、その積も分かるということになって、2の x 乗の期待値が分かるということになりますから、じゃこの中身、これ何だかということを計算しましょうと。そうすると、じゃあ、xi って何だったかっていうと、xi っていうのは1か0で、1となるのは、その確率が p で起きて、0となる確率は1マイナス p だったんですね。なので、2の xi 乗っていう確率変数は、どういう確率変数かっていうと、確率 p で2の1乗になって、確率1引く p で2の0乗になるわけです。いいですか？で、これを使って、この2の xi 乗の期待値を計算します。定義に基づいて。それここですね。いいですか？ 2 の xi 乗の期待値っていうのは、2の1乗になる確率が p で、2の0乗になる確率は1引く p。だからそれらをかけて足し合わせる。そうすると最終的に1プラス p ができます。ですね。2の0乗っていうのは1ですから、これ注意してください。2の1乗はこれ2です。いいですね。ということで、計算したかった2の x 乗の期待値というのは、1プラス p の n 乗だということが分かりました。いいですね。これは先ほどのマルコフの不等式で得られた式に入れます。そうするとこうなりますね。この分子の部分が1プラス p の n 乗になるということになります。で、この分母の方の、ですね、2の 2pn 乗っていうのは、これは2の2乗の pn 乗ですから、これは4の pn 乗です。ですね。ですね。ってことで、これその n 乗でくくると、まあ、ここに書いてある形になりますね。4の p 乗分の1プラス p の n 乗になります。で、そうすると、これは、例えば、まあ、書きますね。4の p 乗分の1プラス p の n 乗。先ほどのそのシミュレーションの時には、これ p が10分の1だったので、これ10分の1代入してみると、4の10分の1乗分の1プラス10分の1の n 乗ですね。こんな感じになりますね。で、これ実際、例えば n が100として計算すると、右辺、この式っていうのは、0.00132とかって感じになって、まあ、すごく小さくなると。特に n を大きくすればするほど、この値っていうのは小さくなるってことが分かります。先ほどですね、マルコフの不等式そのまま使うと、この右辺っていうのは2分の1しか出なくて、n が何であっても2分の1だったんだけども、今このようにして、その2の何とか乗って形にしたところで、マルコフの不等式使ったら、この n というのが、この指数の型に載っているので、その n を大きくすれば大きくするほど、この確率が小さくなるんだということが分かります。分かります。ということが、このような簡単なトリックでできましたということを今ご紹介しました。ここまでいいですか？はい。で、今ですね、この2の何とか乗っていうのを作ったんですけども、別にこれ2である必要なかったんですね。この必要な、性質っていうのは、この単調増加をするっていう、こういうことだけだったんです。これ2の何とか乗を使う必要はなくて、別にこれ3でも4でも100でも、まあ何でもいいんですよ。だから、まあ例えばこれ3にすると、こんな感じの式になって、違う結論も出てきます。
で、今やりたかったのは、この左辺の値を小さくしたい、が小さくなるんだってことを、まあ、証明したいってことをやってたんで、それが小さくなるように、この2とか3とかってですね、値を、まあ、決めてあげることもできます。なかなか、まあ、そのようにいい値を決めるっていう、まあ、決定問題っていけないですね。で、そういうものを、そういう問題ができるわけですね。で、まあ、そういうことを、進めていくと、その2がいいのか3がいいのか、はたまた100万がいいのかとかって、まあ、そういう問題があって、まあ、そういうところをうまく、最適化するっていうような話もあります。で、それは演習問題でありますので、ぜひやってみてください。で、まあ、そういうような考え方を、この、まあ、一応名前がついていて、チェルノフ業界の技法というふうに言っています。まあ、一応ここに書いたことを読みますね。large X という確率変数が独立な、独立な確率変数の和であるときには、EX という、期待値を考える代わりに、その C の X 上の期待値というものを考えて、先ほどのようにマイコフの不等式を適用します。で、得られるこの式ですね。がその C に依存する形になります。ので、それができるだけ小さくなるように C を定めることによって、考えている、その、ま、スト確率の、っていうのが小さいんだってことが証明できるようになるということになります。演習問題になりますので、ぜひやってみてください。はい、ここまでよろしいでしょうか。ですか？はい。で、この不公平な高画題の話はこれでおしまいになります。で、あと2つ話題があるんですけども、まあ、ちょっと今、ここで確率のことに慣れてきたので、でちょっと、ペースは速くなるかもしれませんけども、はじめにあるのはクーポン収集問題という話です。で、これは割とよくある設定で、ご紹介するんですけども、まあ、設定がありますね。商品を買うと N 種類の景品の中の一つが当たります。まあ、よくありますよね。よくありますよね。なんですか、ガチャっていうんですかね。わかりませんけども、そういう感じですね。で、まあ、今、景品の集合をラージ N として、まあ、N 種類あるので1から N と書くことにしましょう。はい。で、次が重要で、どの景品 I に対しても、その景品 I が当たる確率っていうのは同じ N 分の1です。N 分の1です。で、これらは商品の間で同一であり、高いの確率。ね。いわゆる IID って感じですけども。はい。で、それで問題これですね。全種の景品を集め切る。こう、なんですか、コンプリートですかね。するまでに何個商品を購入すればいいでしょうと。まあ、こういう状況ありますよね、皆さんね。で、重要なのは何かっていうと、その何が、どのクーポンが当たるのかってことは、確率的に決まるので、何個商品を購入するのかってことは、まあ、最終的に何個商品を購入するのかってことは、その確率の、その、ま、出方によるわけですね。だからこれはその確率として、今から考えていきましょうということになります。何言ったかっていうと、購入商品数は確率変数なので、つまりですね、だから運が悪いと、何回買ってもですね、この1という初めの商品しか当たらなくて、何回買っても終わんないってことはあり得るわけですね。でもそういうことは、まあ、確率的にはあんまり起こらないかもしれないわけですね。だからそのちゃんとその確率で考える必要があって、だから答えたいのはこれですね。購入商品数の期待値。まずまあこれ知りたいですね。何個購入すれば、購入商品数の期待値ですね。期待値。あと、高確率で購入する商品数。そこでどこで切れるかはわかんないですけども、購入する商品数が、どれぐらいになるのかってことを、それまたその確率的に知りたい。だから、何個買えば高い確率で全て揃いますかってことを知りたい。ってことですね。それがこの二つ目の問いです。その高確率ではどこにかかってるかちょっとわかんないから、ちょっとこれあんまり日本語として良くないですね。もう一度言うと、その、購入する商品数をここまでにすれば高い確率で全て揃いますよってことを定めたいって言うと知りたい。ということになります。で、この二つをやっていきます。問題設定はいいですか？問題設定がわかんないと、今からやること全然わかんないので、まず問題設定がわかっているということが重要ですけど、いいですか？じゃあですね、やっていきますね。あ、そうか。で、まずシミュレーションになったんですね。やっぱりこうシミュレーションやるっていうのは割とですね、この確率考えるが重要で、まずやってるんですけども、これはどういう図かというと、これは、右はですね、何かっていうと、その、
クーポンを全部集めるっていうのを、100回やりました。全部で100回やりました。で、それ1回、1回で、最終的に何回、購入したのかってことを書いてますね。例えば、これに、10回目の思考では、私は、121回ぐらい買いましたと。この10、20個取れるのに。で、25回目ぐらいの時には、90個ぐらい買いました。まあ、こういうふうなんですね。で、赤いのは、購入回数の平均をそこまでのところで取った。例えば、今、25回までで、何回、買いましたかと。20個するために何回買いましたかっていうものを、だからこの青いものですね。こう全部こう足してって、25で割ったものが、この赤いところの点の値になります。で、そうすると、これは、これ、100回しかやってないんですけども、この図ではね。100回やると、そのまあ平均がだいたい90、あ、ないじゃないじゃない、77ぐらいになってるかなって感じになっています。で、まあ、これもっとたくさんやって、1万回やったら、実際にその購入商品数の平均は72.0825ぐらいになりました。20個揃えるのに72個ぐらい買えば、まあ、揃いましたと。でも場合によっては140個以上買ってる場合もあるし、場合によっては40個ぐらい買って20個全部揃ってる場合もあるということですね。まあこういう感じになったと。で、そうすると、で、まあ平均は72対る。で、これを今から数学的に解析していきたいということです。いいですか？じゃあやっていきます。ですね。で、考え方ありますね。商品を次々と買うときに、すでにいくつ景品を持っているかを考慮します。例えば、初めて買うとき、商品を。で、そうすると、そのクーポンが当たるんですけども、そのクーポンっていうのは必ず、今までまだ所有してないクーポンっていうのは必ず当たります。1回目は。ですね。でも2回目のとき、2回目の、商品を2回目に買ったときには、その商品が出てくるクーポンっていうのは、1回目でもらったクーポンと同じものが出てくる可能性がこれあるわけです。あるわけです。で、それを考えるわけですね。で、それ考えているのは、ここに書いてある式で何かというと、すでに景品を自衛庫所持しているという状況を考えましょう。景品ではクーポンですね。で、その条件のもとで新しい景品が当たる確率はいくつでしょうと考えます。いいですか？そうすると、景品の種類の総数は N なわけです。だから、分母は N なんだけども、そのうち J 個はすでに持ってるわけだから、その N 個の商品、あ、景品の中で、自分にとって新しい景品っていうのは N-J 個しかないわけですね。だから、この N 分の N-J っていうのが、ここに書かれている条件付き確率になります。条件付き確率。いいですか？今、J 個、商品、景品を持っていたら、クーポン持っていたら、新しく商品買ったときに、新しい景品が当たる確率っていうのが、N 分の NFJ になります。ですか？で、考えたかったのは、期待値なので、ですね。次の確定製品、検索考えます。X で書いてあって、景品を J 種類所持した瞬間から、新しい景品が当たるまでに購入した商品数。今、J 個、景品持ってたとします。で、その次に、今、自分が持っていない景品が当たるまで何回購入しましたかっていう、その、購入回数を表すのが XJ だと思ってください。いいですか？だから、何回か購入するわけです。今、景品購入してる気持ちの図を書いてますね。で、1回目、2回目、3回目の購入は書いてあって、じゃあその購入したときに新しい景品が当たったら、ここにじゃあ、バッテンチェックをしましょうと。で、じゃあ、1回目の購入では必ず新しい景品が当たります。で、2回目ではじゃあ、当たんなくて、1回目と同じ景品がもらえてしまったらすると、そこにはじゃあバッテンつけないと。3回目の購入で、1回目の購入とは違う景品があったとしたら、これバッテンつけると。こんな感じだとしますね。で、なんかこういうふうに印がついていくということになります。で、この例の場合には、今上で考えたこの XJ っていう、
xj という確率変数がどういう値として実現されるかっていうと、x0 が1で、x1 が2で、x3 が1で、こんな感じになります。わかりますかね？ちょっと書き方がまずかったので、ちょっとこれずらして。あ、ずるですね。ずらして。ちょっと色変えようかな。すいませんね、なんか。図が悪かったのかな。ここまで、ここの長さが x0 で、この長さが x で、こういうイメージですね。なんでここ x3 なんだろう。すいません、これ x2 ですね。すいません。ここですね。すいません。で、x3 がこの場合3になると。こういう意味です。いいですか？見てみてみて。いいでしょうか？で、そうすると、例えばこの x3 のところ、この4つ目の、3つ、景品持っていて、4つ目が当たるまでのところを見ると、これどうなってるかっていうと、これは、ここに書いてある通りで、景品を J 種類所持しているときに新しい景品が当たるっていうのが、表が出る確率が N 分の N 引く J である効果を投げて、表が出ることとみなせると。今、ここでその、4回目まで、4個目まで商品を買った後に、新しい商品が出ない、出ない、出るっていうふうになってるんですけども、これは、コイン投げするのと同じなんですね。新しい商品が出るという確率が、N 分の N 引く J であるような不公平なコインを投げているのと同じなんですよ。で、それで、その表が出るまで投げ続けるのに何回かかってますかってことを計算しているのと同じですね。いいですか？で、表が出たら、そこで、この新しい景品がもらえて、なんかその別のフェーズに進むという感じになっているわけです。いいですか？そうすると、この x0 とか x1 とかってここに書いてある確率変数の期待値は先ほどの不公平な効果投げの最後の5番目の場合の話ですね。から、期待値が分かるわけです。その期待値は何だったかっていうと、表が出る確率 の表が出る確率の逆数です。今、表が出る確率は n 分の n 引く j でしたから、つまり、考えている xj という確率変数の期待値はその逆数である n 引く j 分の n になります。ここまでいいですか？なんか説明がよろしくない気がするんですけど、いいですか？ちょっとわかんなかったらわかんないとちょっと言ってもらっていいですか？なんか私の説明でわかる気が私はしないんで。いいですか？反応ないと進んでしまいますけど、いいですか？じゃあ進みますけども、それで、ありがとうございます。で、それでですね、全体として欲しかったのは、最終的に N 個景品を集めるまでに何回買いますかってことなので、それは、この X0 とか X1 とかってありますね。これの、割になります。0から N-1 までの割になります。で、それが、これですね。購入商品数は X0 から XN-1 までの和なので、それをそのまま計算しましょうと。で、そうすると、またここで、線形性使ってますね。期待値の線形性です。そう。で、期待値の線形性、まあ、前結使ってまして、で、それぞれのこの X0、x1 点点点 xn-1 の、期待値分かってますが、それと足し合わせると、こんな感じになります。で、これは結論です。で、ここに出てきている、この k 分の1の和ですね。これはですね、もうこれ以上簡単にできないです。で、これは大 N 調和数と呼ばれてます。調和数、ハーモニックナンバー。
三和肉ナンバーですね。で、これ重要なのは、この、和っていうのは、N を大きくすると、これ発散するところですね。それは皆さん、その微分積分とか解析学っていうところで、まあ、知っていると思います。ですね。で、まあ、どんなスピードで発散するかっていうと、まあ、それ次のところに書いてあって、こんな感じです。この HN っていうのは、上から1プラスログ N、下からログ N プラス1で抑えられるっていうことが、まあ、わかります。これ、積分に使うと、そういうふうなことがわかります。だから何かっていうと、この HN っていうのはオーダーで言うとログ N なんですよ。まあ、ログ N プラスオーダー1ですね。なんですね。だから、ログ N と同じぐらい、自然対数と同じぐらいの増加で、増加スピードで増えてきます。つまり先ほどの、これですね。先ほどのこの式っていうのは、まあ、この HN を使うと NHN かけるんだけど、これ大体 N ログ N なわけです。だから、この購入商品数の期待値っていうのは大体 N ログ N ぐらいになります。全銀的に。ってことが、まあ、わかるとですね。ここに書いてあるとですね。で、そうすると、先ほどと同じように、じゃあ、購入商品数が、この期待値、NHN の2倍以上になる確率っていうのは、小さかってほしいんですね。その期待値ぐらい、商品買えば、全種類クーポン揃ってほしいので、その2倍よりも、たくさん、期待値よりも、期待値の2倍商品を買ってしまうようなことは、あんまり起きてほしくないってことを、あんまり起きないってことを今から証明しようと思って、先ほどと同じように、マルゴフの不等式をそのまま使うと、この確率っていうのは2分の1以下という結論しか出ないんですけども、今からやる方法を使うと、ちゃんとこの確率というのが、N を大きくすると、0に収束するってことが言えるようになります。で、どうするかというと、先ほどとちょっと違うんですけども、こういうことを考えてみましょうと。じゃあ、EI として、2NHN からの商品購入で景品 I が得られない。という事象を表すとして、この確率を考えます。ですね。商品 I っていう、ある、その特定の商品を考えます。特定の商品。I という特定の商品を考えます。で、そうすると、1回買って、その商品が得られない確率というのは、N 分の N-1 になります。で、その特定の商品が得られない確率は、ですね。で、それが 2NHN 回続くと言ってるのが、この EI っていう事象なわけです。ですね。で、それがずっと続いてしまうっていうのは、つまり確率としては、その回数 2N の HN を肩に持っていって、2N HN 上を今考えた確率にしてあげればいいという形で、EI の確率がわかります。いいですか？ここからは計算です。ここまでは今考えたんですけど、ここから先はもう計算するだけです。いいですか？で、この中身の N 分の N-1 っていうのは1引く N 分の1ですね。いいですね。で、初回にやった不等式っていうのがありました。これですね。1プラス X は E の X 乗以下だということが必ず成り立つと言っていたので、この、X を、マイナス N 分の1としましょう。そうすると E の X 乗っていうのが E のマイナス N 分の1になります。ですか。で、不等式が得られます。いいですか。で、これ整理すると、E のマイナス 2HN 乗になるということが言えます。先ほど HN っていうのは、ログ N プラス1以上だってことを言ったので、それを使って書き換えました。不等式にしました。で、そうすると、ちゃんと計算しようかな。これは、E のログ N、N プラス1のマイナス2乗なので、最終的に N プラス1の2乗、2分、N プラス1の2乗分の1っていうのが出てきます。いいですか？ここまでいいですか？これ計算しただけですね。うん。で、これで商品、景品 I が得られない確率が分かりました。ですね。では、じゃあ購入商品数が最終的に 2NHN を上回ってしまうのはいつかっていうと、先ほど言ったその EI っていうのがどこかの商品、景品で、クーポンで起きてしまうってことです。
だから E1 または E2 または点々点または EN っていうのが起きてしまうってことが、ここに書かれている購入商品数が 2NHN を上回ってしまうってことと同じ、なんだ、実情を表すということになるわけですね。で、このまたはが連なっている部分は、この確率の和で上から押さえられます。これ下に書いてあるんですけども、これ合併状態と、まあ言葉はいいんですけども、ですね。A と B という事象があったら、そのまたはで結ばれたものは、プラスで置き換えたものの確率で下から、上から押さえられるとですね。ここで使いました。で、一個一個の確率、この PR、EI っていうのは、N プラス1分の、N プラス1の2乗分の1以下だということが分かってましたから、で、それを使うと最終的に、購入商品数が 2NHN を上回ってしまう確率というのが、N プラス1分の1以下だと。いうことが結論として言えます。いいですか？で、この n プラス1分の1っていうのは、これは n を無限大に持っていくと、これ0に収束する、0に収束するわけです。いいですか？だから、この購入商品数が 2NHN を超える確率っていうのは、n を大きくすると0になるんだと、ちゃんとわかります。いいですか？だから、これで先ほどそのマルコフの不等式をただ使っただけでは、2分の1っていう、その n に依存しない状態しか得られなかったんですけども、まあ、このような考え方をすると、状態として n に依存するもの、しかも、n を無限大に持っていくと0になるものが得られるということになります。だから、まあ、こういう、起きてほしくないことはあんまり起きないということが、まあ、数学的にちゃんと言えるということになります。よろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。なんか私なんか、あれですね、なんか年々授業が下手になってる気がするんですよね。なんか昔はもっとうまく説明できた気がするんですけども、まあそれはなんか気のせいなのかもしれません。もともと下手だったのかもしれませんけども。まあ、近接すると通じてきますけども、今はですね、その購入商品数が期待値の2倍を超える確率はいくつかって話をしてたんですけども、実は、その期待値から CN しか離れない確率っていうのも、昔から調べられていて、まあ、ここに書いてあるように、それをすごく小さいということが分かってます。で、どんだけ小さいのかっていう、この C に対する依存性も分かってます。っていうのはここに書いてあって、まあ、別に、これを紹介して何なのかっていうことは、あんまり、お伝えすることはないんだけども、まあ、こういうことまで知られてるってことが重要ですね。だから、この確率論っていうのは、いろんなことが調べられていて、大体、我々、知りたいなってことはだいぶ分かっているということになっています。はい。じゃ今日の最後の話題である、単純のパラドックスの話をします。これ初回ちょっとやったんですけども、ちょっともう一度思い出すとこんな感じですね。例えばその10人いる部屋の中に同じ誕生日の2人はいるかとか、そのような2人がいる確率はっていう話をちょっと初回の時にやりました。で、今からこれちゃんと計算していきましょうということをやります。はい。じゃあ仮定ですね。まあ計算するんで数学的にやっていくんですけども、まあ仮定があって、まず1年は366日です。まあ、人によってはですね、1年は365日だっていうふうに、5日だっていうふうに言うこともあるかもしれませんけど、まあ、特に今年は366日なので、366日です。でですね、この過程、次の過程は割と嘘なんですけども、これ数学的にはこういうふうにやります。人の誕生日がそれら366日の間に等間隔で分布すると仮定します。だから、アイスさんの誕生日が J だ確率と言われたら、それ366分の1とします。もちろん統計的にこうやってらしくないんですけども、計算を簡単にするためにこういうふうにします。はい。で、今10人ですね。じゃあまずこの10人の誕生日は全てこの確率計算しましょう。で、これは簡単に計算できます。なんでかっていうと、これですね。どういうふうに計算するかっていうと、まずその10人の誕生日を選ぶ方法を全部取ってくると、それはこの分布になってくるように、366の10乗になります。ですね。1年に366日あって、それをその10人分集めてくるわけだから、366の10乗っていうのが、その全ての誕生日のパターンを集めてきたものになります。じゃあその中で、その10人の誕生日全て異なるものだけを取ってくると、どうなるかっていうと、その10人を1列に並べて、1人ずつ、そのカレンダーから誕生日を指さしてもらうと。ということをやりましょう。というイメージ図がこれです。下です。もうそういうふうに見えないんですけども、まあ、そういう図だと思ってください。で、初めの人。
私の誕生日ここですと指さすと、二人目の人、私の誕生日ここですと指さすと、その指さした先が全部違うっていう、パターンが何通りあるかってことを今数えるわけです。で、一人目の人が選ぶ先、これは366通りあります。二人目の人が選ぶ先、これは一人目の人と違うところを指す必要がありますから、その指さした先は、その一つ減らした365になるわけです。三番目の人が指さした先っていうのは、初めに指さされた二つの誕生日を避ける必要があるので、その次に出てくる数値っていうのは、これは364になります。364になります。という感じで、一つずつ減っていく数値を全部かけていくわけですね。で、今10人いますから、最後の人のところに出てくるのは357になります。ですか？で、これ計算すると、0.338 という計算、数値が出てきます。まあ、これは電卓とかで計算できます。で、これは10人全ての誕生日が異なる確率なので、その中に同じ、誕生日の人がいる確率っていうのは、1からこれを引いた値になります。ね、ですか？で、これ計算すると 0.117 ですね。だから、10人人がいたら、11% ぐらいの確率で同じ誕生日の人が2人いるということになります。ここまでいいですか？ここまでいいですか？もうこれが分かれば、この誕生日のパラドックス、ほぼおしまいですけど、分かんなかったら、じゃあ、涙を流すようなジェスチャーをいただいてもいいですか？特にいいですか？はい。で、まあ、同じような計算は今10人だったんですけども、他の人数でもできるわけです。まあ、これ30人にしました。30人すると、この分母の部分が366分の30になって、上の部分が366から、その30引いたところまで、落ちていくという感じになります。で、これ計算すると、すべて異なる確率は 0.295 ぐらいになって、そうすると30人の中に同じ誕生日の人がいる確率というのは1からそれを引くので、0.705、つまり 70% ぐらいの確率でいます、ということになります。ってことで、そんな感じで、この人数のところ変えてみると、これ、まあ、プロットできるわけですね。で、プロットしました。こんな感じですね。さっき言っていた、こう30人ぐらい、ここら辺ですね。30人ぐらいのところで見てみると、確率、まあ、70% ぐらい。ということがわかるということですね。これちゃんと言わないですね。横軸が人数、その、教室にいる人数で、縦軸が同じ誕生日を持つ人いる確率です。で、もう70ぐらいで、ほぼ確率1ですね。ほぼ1ですね。90% を超えるのが40人ぐらいなってますね。まあ、こんな感じ計算できます。同じように計算できます。じゃあちょっと一般化しましょうと。今、1年の日数が綺麗だとして、まあ、もっとなんか、暦がですね、すごく変わってしまって、1年の日数、今から、今年から、100ですとかですね、600ですとか、なんかこう決められてしまうということがあると、まあ、1年の日数、これ、綺麗ですね。そういうふうになったとしましょうと。で、部屋の中に今、M 人にいて、それぞれの人の誕生日が、この K 日の中で等確率に発生すると。I さんの誕生日が J である確率が K 分の1だとしましょう。で、その時に、これですね、同じ部屋の中に同じ誕生日の2人である確率は、これ先ほどと同じように計算できます。あともう一つ、同じ誕生日の2人がいる確率が2分の1を超えない、超えるのはいつでしょう？いつっていうのはその何人いると超えるでしょう？ちょっと考えましょう。で、これ先ほどと同じように計算できるわけです。で、特に、これですね、M 人の誕生日がまず全てこの確率計算すると、それは先ほどと同じように、全ての誕生日を取り得るパターンが K の M 乗ですね。1年が K 日ですから。で、その中で、すべてこのパターンっていうのは、k×k-1×k-m+1 になって、これが分子に来ます。いいですか？で、この式が扱いにくいので、今からそこの式変形してきます。で、今、同じ式ここに書いてありますね。で、これは、k 分の k-i の積になっています。ですか？で、k 分の k-i っていうのは、1-k 分の i なので、今書き換えました。で、これに対して、先ほども出てきた、1プラス x が e の x 乗以下ですよっていう不等式を使いましょう。で、そうすると、e のマイナス k 分の i 乗っていうのが出てきます。ですか？
で、これ今積なので、これを全部掛け合わせると、この指数部が和になります。ちょっと書き直すとこうですね。マイナス K 分の。こうなります。ですか。で、そうすると、この肩に乗ってる和っていうのは、これは、i に関する和なので、まあ、k は無視して、あ、無視だしね。k を前に出して、マイナス k 分の1の i が0から m 引く1までの i の和と。すると、ここに書いてある式が出てきます。よろしいですか？これ式変形するだけですね。いいですか？で、まあ、これで、ここに書いてある式っていうのが、e のマイナス 2k 分の m、m 引く1乗以下ということが分かりました。はい。いいですね。で、つまり、m 人の中に誕生日が同じ2人がいる確率っていうのは、1からそれを引いたものですね。になります。で、今、不等式の向き考えると、これ以上って形になりますね。いいですか。だから、これすごく、だから大きいわけです。だからこれがその、m を大きくすると、この後ろの部分、これ0に近づきますから、m 人の中に誕生日が2人いる確率っていうのは、だんだん1に近づいている、1に近づいているということがわかります。ですね。で、特に、m が、ルート2ログ2k プラス1以上の時には、ここに書いてある右辺ですね。これですね。この右辺でこれ。が二分の一乗になります。なんでかっていうことは、これ真下に計算しています。まあこれ、まあ計算、これ見てもらえばわかるので、まあそんなに難しくないので、まあそういうことだと思ってます。だから何かっていうと、その部屋の中の人数が、1年の日数の、平方根ぐらい、オーダーでですね、だったら、この同じ誕生日を持つ2人がいる確率っていうのが二分の一乗になります。ということを言ってます。いいでしょうか。まあ、計算はこうですけど、やんないで、後で見ておいてください。はい。で、まあ、それで先ほどのまあ問いには答えたことになって、で、まあ、誕生日のパラドックスっていうのは、この講義の初回でもやったように、まあ、その部屋に何人かいるときに実際にまあアンケートやってできるんですけども、これなんで重要かっていうと、いろんなところに出てくるからです。で、まあ、その一つの例として、このハッシュ値の衝突の話をします。発信皆さんご存知だと思うんですけども、発信を知らない人、またちょっと、あ、じゃあ、発信を知ってるか知ってないか、ちょっと、またジェスチャーで教えてもらえますか？知ってたらサムアップで、知らなかったら涙流す。感じで。知らない人が反応があって、知ってる人の反応はない。知ってるって人はいます？どなたもいない。じゃあ、発信じゃ説明しますね。あ、知ってるって言ってます。今反応ありましたね。じゃあ、でも知らない人もいますので、じゃあちょっと説明しますね。で、ハッシュ何かっていうと、基本的な思想は、これはデータ構造だと思ってください。データ構造だと思ってください。で、何のためのデータ構造かっていうと、検索を早く使う、行うためのデータ構造だと思ってもらってもいいし、抽象データ構造って言葉を知ってる場合には、これは、辞書に対する一つの実装です。辞書という抽象データ構造の一つの実装です。で、何かというと、今、ここになんかいくつかのものがあるんですけども、これらをですね、これらを早く検索できるようにしたいんですね。だから、これらがあるかないかってことを判定するっていう操作を早く行いたいということを行います。で、どういうふうにやるかっていうと、これらをですね、表に登録するんですね。表に登録するってことをします。で、これは、ですね、つまり、そういう、その関数を作るんですね。で、まあ、基本的には、その、上の方は、なんかこの、ラージ N っていう集合の要素があって、まあ、それを今持ってきてるんですけど、で、下の方は、ラージ K っていう集合だと思うんですね。で、ここで、この矢印は H っていう、これ関数です。で、基本的な、状況っていうのは、N の方が、ま、すごく大きい。K よりも。むちゃくちゃこの考えている、オブジェクトの数っていうのはすごく大きくって、それらをなんかこの小さな表に登録します。この H という関数を使って。
で、これ H って関数のことこれはハッシュ関数っていうふうに言ったりするんですけども、で、N っていうのはものすごく大きいんで、あるかないかってことを調べるときに、この K だけを見て判定しようっていうのが、このハッシュっていうデータ構造の基本的な考え方です。これによって、あるかないかってことが完璧にわかるわけじゃないんだけども、それを、近似的に行って、最終的にそれを、確実な判定に持っていくっていうようなことをします。ハッシュというデータ構造では。で、この講義はデータ構造の話をです。そういう講義ではないので、そのハッシュが何なのかってことの、話はここでおしまいなんですけども、重要なポイント何かっていうと、この N の方が大きいので、この H っていうこの関数で、この K という表に登録するときに、違うラージ N の要素が同じところに登録されるってことがあり得るんですね。で、そうすると、このハッシュ、というものを使うことが難しくなっていて、いろんな工夫が必要になるって話があります。で、そういう工夫が何なのかってことが、アルゴリズム論第一とかでやることになっている話なんですね。で、そういうことが起きないためには、この H っていうのがよくかき混ざる関数であるという性質が欲しいんですね。で、そういうような H っていうのをうまく作るっていう話が延々とあります。延々とあります。で、作ろうとするのもなかなか難しいので、よくこの H として、ランダムなものっていうのを取ってくるってことがあります。つまり、この移すのをランダムに行う。あるいはそのランダムに近い、性質を持つ関数を使うということがあります。で、そうすると、実際、この状況っていうのは、誕生日のパラドックスの状況と似てるんですよね。何かっていうと、要素数 M の部分集合にハッシュ値、関数として行った先が同じ2つの要素がありますかっていうことを考えた。これは起きてほしくない事象なわけです。このハッシュにおいては。で、実はこれは何かというと、誕生日のパラドックスと全く同じ状況なんですよね。何かというと、今、この上の方は、そのクラスにいる、人の集団だと思うわけです。で、下の方は、このカレンダーにある366日の日数だと思うわけですね。で、一人一人の、その人に対して、ある誕生日が割り当てられてるわけです。その割り当てが今、この H という関数で定められてると思うわけですね。で、同じところに行っている二人っていうのは、これはつまり同じ誕生日を持つ二人になるわけです。だからそのハッシュにおいて、その同じ、登録値を持ってしまうような2つの要素がありますかっていう質問は、誕生日のパラドックスにおいて、部屋の中に誕生日が同じ2人がいますかっていう質問と、同じ質問になっちゃうわけですね。だから、その今までのこの誕生日のパラドックスにおける話っていうのは、全部このハッシュの、解析に用いることができるような話になっているというわけです。で、これを使って実際にそのハッシュの解析をしたりとか、で、こういうのは衝突っていうのは、暗号とかでも、あって、誕生日攻撃というのがあるんですけども、そういうのを考えるときに、こういうその誕生日の、パラドックスのような考え方をするというのがあるんですけども、これ以上、ここではこのハッシュの話では、深入りはせずに、そういう話と誕生日のパラドックスというのは関係があるんだよ、ということをちょっとご紹介するだけで、今日は話としては終わりにしようと思います。はい。今日の、復習というか、まとめをすると、今日は、典型的な確率的な資産システムの解析ができるようになるということで、のために、3つの例を挙げました。で、考え方として重要だったのは、そのチェルノフ状態の技法っていうのがあるっていうんですね。で、それでその技法っていうのがあって、そのスト確率、スト、また書けるんです。で、これ、スト確率の評価っていうことができるようになるってことが重要なことですね。あとは、その条件付き確率や条件付き期待値っていうのを使いこなせるようになると。こういうのはやっぱり経験とか練習が必要だと思うので、それについては演習問題でぜひ取り組んでみてください。
はい。では、今日の講義はこれで終わりにします。ありがとうございました。